ですけどね、今回はね、周平さんと平田さんの超大事な称号大会やっていきたいと思います。はい、ね、とうとうやってきました。はい、これがね、今の僕のリーグオーダーなんですけれども、チームスピリッツをね、なんとか 83,677 と、その辺まで上げることができましたね。ほんで、大島さんを入れることによって、ミート A の人がもう一人増えるんですよ。まあ、現状パウエルさんを使うっていうのもあるんですけれども、これでね、ベストナインタイトルホルダーの大島選手、そしてね、ビシエド選手を取ったらね、さらにスピリッツが200アップして、ミート A 以上のコンボを出したいんですよ。ミート A 以上のコンボは何かっていうとね、この福留さんとか見てもらったら分かるんですけれども、ミート A あるじゃないですか。このミート A あるような選手を、8人集めると、さらにね、強いコンボが出るんですけれども、現状それにね、あと2人足りてない状況なんですよ。なんで、この平田さんのミートプラス2という称号と、周平さんのミートプラス2という称号を今からね、何としてもつけないといけないんですよ。もうこれはね、ラストチャレンジです。はい。もう早速やっていきます。でも平田さんはね、皆さんご存知の通り、もう2回やってね、2回ともミスってるんですよ。極意書全付けで。ほんで、ミートプラス2が、まあ基本はね、やっぱり星3以上が、有力になってくるんで、まず周平さんはね、1、2、3、4、5回チャレンジできます。ほんで S ランクももう1体いるんで、最悪6回チャレンジできますね。まあ、これは絶対決めたい。ちょっと平田さんはね、1人しかいません。平田さんはだからね、もうほんまにラストチャンスです。もう手に入らないんで、なかなか。なぜか知らんけど。じゃあまず周平さんからいきます。まあ最初はね、どうしようかな。最初は1枚でいきます。もうこれで決まってほしいな、普通に。ちょっと頼むわ、マジで。ミートプラス2よ。来い。あかん。ミート自慢。うわぁ。まあ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 。ちょっと次は2枚いきましょうか。いや、3枚いこうか。いや、4枚いくわ。うん。もうこれで決める。頼む、ほんまに。まず音。まず音大事。オッケーオッケーオッケー。さあ、来い。お、超人いいんじゃない？超人来たでしょ。よーし、オッケー。さあ、決まりました、周平さん。これでね、ミートプラス2の周平さんが完成でございます。いやー、オッケー。いや、2回目で決まったの大きいな。オッケー。これでね、ミート A の周平さんが完成でございます。さあ、あとは平田さんだけよ。あとは平田さんだけ。現状結構オーダーいい感じですね。はい。コンボもね、15,89 あるんで、まあ、そこそこ強いオーダーはできているんじゃないかなと思います。まだまだね、最後の、OB 第5弾で、多分ね、ピッチャーが登場するんで、そこのピッチャーの獲得とか、そこそこして、まあ、チームスピリッツはね、84,000は乗せたいなというふうに感じております。さあ、あとはね、もう平田さんの称号さえ決まればね、もう僕の勝利です。平田さん決まったら、もうあと大島さん取るだけなんで、もう僕のね、あれは完成なんですよ。でね、もう一回何分の何か見ますね。今勝利の使者ついてるんで、勝利の使者は絶対ね、つかないと。だからここはつかないんですよ。なんで、7よ。11分の7よ。頼むよ、ほんまに。11分の7よ。もう全部つけますよ。もうちょっと極意書もったいないけどね、もう平田さんはそれだけ大事な選手なんで、ほんまにお願いします。もうこれラストチャレンジよ、平田さん。これ外したらちょっと大ピンチ、マジで。お願いします。来い！よっしゃー、アンダー製造機は絶対決まってる。よし、完璧や。しかもパワープラス1もついたし、これ一番いい称号ついた。よっしゃー、これはでかい、マジで。ミート A とパワー B どっちも達成ですね。いや、これはでかすぎる、マジで。よっしゃー。いや、かっこいい、これは。うん、やっぱね、星4はね、別格のかっこよさがありますね。いやー、これはでかいな。さらに周平さんも決まると。いやー、マジか。ちょっとこれはね、かなりオーダー強化になったと思います。じゃあね、早速、この平田さんと周平さんを使ってね、最後にリアタイ1試合やっていきたいと思います。さあ、リアタイやっていきましょう。1、2番いきなりね、ミート A コンビでございますよ。いや、これはマジででかいわ。うん。めちゃくちゃテンション高いよ、今。さあ、先発は吉見さんですね。いや、吉見さんの登板率が非常に高い、僕のリアタイは。あ、オッケー、ワンナウト。いや、しかも、極みドラゴンズ魂がしっかり出てるんで、多分、周平さんの時のね、
打席の時のスピリッツ多分ね4000超えると思いますよ。これはいやーこれはだいぶいいね。平田さんの称号がマジで嬉しい。さあラストですね。さあ丸さんでございます。丸さんをしっかりと抑えていきましょう。いや吉見さん強っ。吉見さんは強い。さあ周平さん周平さんのスピリッツがしっかりと4000を超えていく。いいね。さあ周平さんのベストナインタイトルホルダー第1打席ですね。いやマジで打ちやすいから周平さんは。周平さんの打ちやすさをね皆さんに伝えたい。おっと遅っ。さあ頼むよ。1打席目大事よ。おっしゃ、オッケー。周平さんの初打席は無事ヒットですね。さあ、さらに覚醒した平田さんでございます。安打製造機ですよ。もうこれは今年の平田さん、活躍間違いなしですね。いやー、楽しみですね、今年のドラゴンズも。さあ、次ね、しっかりと狙っていきましょう。甘くなると思うんで。いやー、いいね。この1、2番のミート A コンビがいいね。さらにドメさん。ドメさんね、前のオープン戦というか、対外試合ね、すごく良かったですね。予想以上に活躍してくれそうな雰囲気を醸し出してますね。いや、これは期待していいんじゃないでしょうか。いやー、やっぱ打ちやすい。いや、いいね。最強よの、このドラゴンズ打線。いやー、さらに厚みが増した感じするね、これ。からのターキーレッグ。ターキーレッグ。からのゴメスイングスタイルで終わらしましょう。これで終わったら今日の動画完璧すぎて何も文句ない。あ、文句ないわ。完璧っす。いや、なんて完璧な試合展開なんでしょう。もう完璧ですよ、これ。ミート A5 人で。しっかりとね、初回でね、ワンアウトも取られずにコールドにしてきてるんでね、もう完璧な動画でございました。もうテンションマックス 189kg です。ありがとうございました。